アジア市場はですね、成長性について結構投資したい方からご質問ご相談いただくんですよね。あの低リスクのものありますかと、あとおすすめの場所、おすすめの国ということなんですけども、まあ、あの公式 LINE の方で、本当に、これもともと仲間内しかあのできない投資なんですけども、まあ、あの上限回せる上限が1億ぐらいで今考えてて、あと3000万円ぐらいは回せるっていうものがあるんですよね。でこの、まあ、かなり限定された枠に関して、僕の、読者さん限定で、まあ、きちんとその長期的に特にですね投資あの考えられていて、しっかり増やしたいという方限定でご案内しているものがあります。まあ、これはあの韓国ですね。で韓国の、生鮮市場になります。まあ、野菜とかですね、まあ、必ずなくなる消費されるものなので、まあ、これどれだけの価値かというのはあのセンスのある方なら見抜けると思います。